Hello YouTube。 どうもヒカキンです。皆さんお久しぶりです。あーみんな可愛いなったね。あらということで、動画投稿の方しばらくお休みさせていただいておりました。私ね、こう見えても大学院の2年生っていうものをやっておりまして、就職活動っていうのを行っておりました。まあそのためね、まあ就活の影響で動画投稿をお休みさせていただいたんですけども、この度無事内定をいただいて就活をやめる運びになりましたので動画上げております。あーお久しぶり、元気元気。まあね、まあご報告動画なんですけども、まあただそれだけでもったいないので、僕もいろいろありました就職活動してる中でね、まあそういう話をねちょっとしていこうかなと思います。よろしくお願いします。ムカついた面接官の話ね、まあこれ鉄板ですよ。まあムカつくというか意味がわからなかったんですけど、まずね、オンラインですよ。面接官がね一人二人いて、まあ本日の面接は40分程度見てもらえればいいと思います。あ、はい、よろしくお願いします。40分ですね。で僕理系ですから、まあ研究内容について教えてください。工夫したところってありますか。あ、研究、こういう研究してこういうとこ工夫してましたよーって、面接進んでいって、ほんで20分ぐらい経った頃ですかね、あの面接官が一人消えました。まあまあまあ、ここまではいいんです。ここまではだって、まあ、面接官二人いましたし、もう一人の方もね、すいません、ちょっと一人落ちてしまいまして、すぐ戻ってこられると思うんでって言って、ああもう全然大丈夫ですよ、まあ、オンラインでね回線とかもありますからっていう風に言ってて、で、まあ、もう一人の方も、あ、すいません、ちょっと早いんですけども、まあ、弊社について質問とかありますかっていうふうなことね、聞いてくれて、逆質問って言うんですけど、これのことをね、就活では。なんかこう、本当であれば、あの、最後の方、もう最後の1、2分に、御社はこういうふうに思ってるんですけど、私の認識合ってますか、私はこういう人なんですけど、御社で活躍できますかみたいな、こう、企業への質問をして、この入社の意欲を見せるみたいな、あの、面接の茶番みたいなのがあるんですけど、あ、これはもう逆質問だっていう風に僕は思ってね、僕も考えてきてましたから、最後の1、2分に2個ぐらい質問考えてきてたからね、あ、入社後にこれこれって、入社後になんか必要なことってあるんですか、あ、なんかやっておくべきこととかありますか、あ、御社の〇〇は何やと思ってるんですけども、あ、御社の事業内容っていうのは〇〇だと思ってるんですけども、あ、そうですか、御社の何やが、はい、あ、御社の事業ってもんな、はい、御社の勤務地について、はい、はい、あ、御社の、ね、御社の、20分やったぞ。逆質問。20分、俺が面接しとったわ。なんなら、いいんです。別にもう、別に僕がね、こう20分質問して面接終わりましたよ。普通に20分質問されて、僕が20分質問して面接終わりました。終わりました。いいです。別にその、なんか、トラブルあったやから、なんで落ちんねん。落としたらあかんやろ。それは、そっちのミスなんだから。なんで落とされたんや、俺は。研究内容、そんなに、ちゃんとハキハキ喋ってないよ。それともなんや、俺の質問が悪かったですか、私の面接が悪かったんですか、落としたらあかんでしょ。これはほんまに意味わかんなかったですね。もう、何就活って何って思いました。本当に思いました。はい、まあ、そういうのもあったんですけど、あとね、技術系、やってる方、本当に気をつけてほしいのが、その、普段って、その人事採用担当みたいな、文系のプロみたいな人が面接をしてて、で、横に技術系の人が一人か二人いるみたいな感じの面接多いんですけど、なんかね、全員技術系で我々は面接を行いますみたいな企業あるんで、それちょっとね、気をつけてほしいんですけど、プロの文系の人事採用担当の人みたいなのは、あ、こういうことを深掘ろうとしてるのかなっていう、ちょっとね、意図が分かってきて、ちょっと自分もこう、乗りながら、その人の意図に合わせながら、こう、質問を返していくみたいなことができるんですけどね。技術系の方はね、本当、そういうのが本当になくて、あの、僕が実際面接のシーンやるんですけど、聞かれたのが、あー、こういうことやってたんですね。はい。苦手な料理って何ですか？あ、はい。海外の料理は、難しいと思いました。何がわかんねん、これで。遊びちゃうよ、面接は。なんか適当に質問してたら、いいとこ深掘れるかな、じゃないよ。ね。
こっちは人生かかってるんだから、イエスまで時間かけて書いて、不安な気持ちいっぱいできて、適当に喋ってればいいかな、じゃないよ。苦手な料理で何かわかると思ったかな？苦手な料理は、パエリアです。パエリアというのは、海鮮を使うので、その塩加減というのが、すごいこう、複雑な、そういうなんか塩加減みたいなところが、この技術みたいなのに活かされるみたいに広がると思ったか？広がらんよ。レシピ通りなんだから、料理なんて。これは本当に意味わかんなかった。で、もう最後僕の、ね、受からせていただいた企業は本当に良くて。で、最後ね、面接、バッて、最終面接、僕が受からせていただいた企業、最終面接、バッて受けて、あ、これめっちゃ自信あるって普通に思ったんですよね。だからもう、彼女に電話してね、ブルブルって、ちょっとさ、面接終わってんけど、今から会おうって言って、うわーって、自信ある、就活終わったかもしれへん。もう就活でいっぱいね、彼女にあんまり会えなくて、負担かけてたから、よーし、会いに行こう、いっぱい抱きしめてあげよう、言うて、ククトゥーって走っていって。で、私の企業を受けて、からしていただいた企業はね、もう、最終面接終わって、6時間後ぐらいに、バーってブルブルって電話かかってきて、あ、はい、はい、あ、見事、合格です。はい、ありがとうございます。はい、やったー、就活終わったーって、目の前にいる彼女、ギューって抱きしめて、やったー、一緒に遊べるねーってね、こうやってギューってして、やってたんですよね。その10分後に彼女に振られました。皆さん、お久しぶりでした。ちょっとね、久々の動画投稿なのに、いつもの動画と違って、混乱された方もいるかもしれません。まあ、にもかかわらず、最後まで見ていただき、ありがとうございました。まあ、今後はいつもの短い動画っていうのも上げつつ、この動画が好評だったらね、今後もこういうのを上げていきたいと思いますので、ぜひ気に入った方、高評価をよろしくお願いいたします。そして、配信用のサブチャンネルというのも私やってますので、もしね、この話系、お話系が好きな方、いいと思います。今、同説10人とかしかいなくてね、もう、がっちり囲いますんで、ぜひ、こちらのチャンネルの方も、よろしくお願いいたします。はい、久々の動画で、露骨な宣伝でした。はい。それでは、バーン。